今日は中学の頃から怪我をするたびにね来てくれている沼澤修也さんですね、はい、沼澤修也選手を今日はインタビューしたいと思います、はい、中学の頃からね膝の怪我腰の怪我いろいろ言い訳しながらも、ね、リハビリ一生懸命やってくれたおかげで、はい、まあまあ早く復帰いつもできて最後の年は最後はあの大学の時は私の見てるね道東大学のキャプテンまでやって、ね、前はもっと姿勢をシャンとしていましたね、はい、そうですね、はいはい、ね堂々とキャプテン務め上げて、ね、社会人になってサッカーキレキレな中でやっているところで、はい、膝の大きな怪我しちゃって困っていて、はい、手術もして大変だったけど、リハビリが今のところちょっと停滞してるかなと思ってそういうの相談で来てくれたんですよね今日ね、はいはい、で、今やって少し軽くなってで中学から帰ってくれてどんな人にうちはおすすめですか？そうですね、はい、まあ個人的に思うのは、はいはい、まあ、やはりスポーツとかで、はい、まあ、上を目指してる選手とか、はい、まあ、怪我で悩んでる、はい、パフォーマンス上げたい人とかには、うんうんうん、すごくおすすめで、まあ、堀尾さんがいろいろトレーニングのメニューだったり、はい、まあ、早く治る、はい、メニューだったりいろいろ教えてくださるので、はい、それをまあしっかり、はい、あとはやるだけです。やるだけですか？はい、しっかり寄り添うから、はい、今度も真面目にやってください。はい、はいはい、それでは一緒に手振ってもらっていいですか？はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。